毎年恒例カーベイカフェに冬は来た。今回はどんなメニューかな。見てくださってありがとうございます。カービィ大好きアラゴーです。マドルディです。今回はカービィカフェウィンター2024に行ってきたレポしていきます。楽しい。
グッズで、11月下旬にカービィカフェのメニューをモチーフにしたグッズがたくさん発売されたよ。僕はワドルディのおやすみオムライスが欲しい。かわいいよね。本物と並べたい。私は看板クリップが気になるかな。ミニチュア系好きだもんね。一通り見たから席に戻ろう。今回は3品頼んだよ。なんだろなんだろ。最初はコック川崎の香ばしチキン&ベーコンクリームソース添え。完全新規メニューだね。川崎印のフードメニューだよ。クリームソースは雪がモチーフなのかな。そんな感じがするね。お味は鶏肉とビーフ、ベーコンの肉肉トリオがまろやかなクリームソースに包まれて、重さはありつつ優しい味わいだよ。オレンジもあるね。そうそう、おかげで後味さっぱりだったよ。お腹が満たされるメニューだね。お次はアートコレクションオレ。ウィンター限定の絵柄にしたんだね。そうなの、かわいいよね。っていうことは味も限定の。そうそう、クリーミーミルク。濃厚な名前だよね。王子はホットホワイトチョコレートみたいな甘さだったよ。甘党なアラちゃんにはちょうどいいね。ラストはカービィのふわもち雪だるま。季節感あるね。このカービィ雪だるま、ワドちゃんが作ったみたいだよ。そうなの。じゃあ絶対おいしいじゃん。カービィ部分は牛皮になっていて、中身はあんこが入っていたよ。意外と和風なんだね。生クリームとは相性が良くて甘くて美味しかった。スーベニアプレートは今回つけた。つけたよ。ボール紙の箱に入っていて、開店までにひびや傷を確認してお持ち帰りするんだよ。これはとっても綺麗だね。大きさはマスコットぬいぐるみサイズくらい。ちょっとしたデザートにはぴったりだね。以上、カービィカフェインター2024のリポートでした。ハート紹介コーナー。今回は4名の方からいただいたよ。まずはエモスケさん、4歳のゆうかさんが書いてくれたよ。僕がいっぱい。ワドちゃん疲れてる。ハラちゃんも元気いっぱいなポーズだね。ご家族で見てくれていて、こちらは7歳のワドキチさん。雪がいっぱい。ウィースティーはクリスマスツリーの代わりみたい。ライトアップされてるんだね。私たちはクリスマス衣装になったよ。雪だるま姿の僕もいいね。お二人目は緑川アールンさん。実写だ。デデデのオーナメントだけないんだよ。それはかわいそう。僕が作ってあげる。ワドちゃん優しい。3人目はチーママさん。カービィ大好きチーちゃんが描いてくれたよ。目がつぶらでかわいい。このワドちゃんはパンワドちゃんっぽいね。本当だ、パワーアップしてる。4人目は金パカさん。9歳のマオさんが描いてくれたよ。クリスマスイラストだね、かわいい。ミニアテしたくなる。デデデサンタにメタナイトトナカイもいる。温かいメッセージありがとうございます。優しいね。皆さん素敵なイラストやお写真ありがとうございます。 X や Gmail で募集しているから、よかったら応募してね。今回はカービィカフェウィンターのレポをしてきたよ。復刻メニューは前に食べたんだよね。そうそう、だから実質コンプだね。早い。そう思う。
りにします。また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。